どうも、羊、めいめチャンネルをご覧の皆さん、ようこそ。今回作るのは、めいめい、メリーゴーランド。で、メリーゴーランドの思い出っていうと、まあ、ちっちゃい頃、まあ母親と、まあ東武動物公園っていうね、あの、埼玉にあるんですけれども、あの、動物公園なんですけど、アトラクションとかもたくさんある。えー ところなんです、ね、まあ遊園地みたいなところなんですけどメリーゴーランドってぐるぐる回るじゃないですかまあ乗ったんですよやっぱちょっと違うもの馬じゃないやつ乗ったんですよあの分かるっすかあのカボチャの馬車みたいな四輪の途中でちょっと機械トラブルかなんかでそのもうメリーゴーランドがもうすごいぐる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 回ったんですよこのままだとバタンなんじゃないかみたいなちびくろサンボのあの虎の 虎みたいにバターになっちゃうんじゃないかなっていうぐらいの速度でぐーっと回ってて僕が乗ってたそのまあ四輪のやつですねがバーンって外れてでピューンって飛んでっちゃったんですようーんバーンこれねこれピューンって飛んでっちゃってブーンって飛んでった先があの杉戸高野田駅っていう僕が通ってたあの高校の最寄り駅なんですけども ジェットコースターのあの一周するやつみたいな。あれが、あのー、一般道であるんですよ。水戸高野台の近くって。その地面にこう着地した瞬間、グーンって、そのうまい具合に、その、そのコースに乗ったんですけど、その、ちょうどこの頂点のところでガーンって落ちたんですよね。<laughs> うん、うん、ん <laughs>、みたいな。爆発したんですよね。 俺が乗っってててたその四輪の先爆発してバーッつってで僕だけその座席に乗ってピュンって飛んでったんですよ。椅子に俺だけ乗ってるみたいで飛んでった先がまた、あのー、東武動物公園。僕の,その空いてるところ、僕が飛んでった先のこの滑車のトラック、その四輪のところだけ空いてて、そこにスポンってはまったんですよ。メリーゴーランドの他の、ま、馬とかえ、いろいろいますよ、ペガサスみたいなやつとか。 ね。いる中で、僕だけ普通の椅子に座って、あの、メリーゴーランドを楽しんだっていうお話があるんですけど、え懐かしいですね。じゃあ早速ね、メ名メ,メリーゴーランド作っていきたいと思います。開始。用意するもの。画用紙。ペン。ハサミ。テープ。 完成しました。ご覧ください。ただうぞー、メリーゴーランドー、これちゃんと回るんですよ。行きますよ。こっちね。作った本人がね乗らなきゃ意味ないですから。じゃ早速乗ってきたいと思います。<laughs> ぜひ作ってみてくださいね。